間限定ファミリーマートで僕のシールが改良コンプリートして教えてね。詳細は概要欄から。はい、どうもこんにちは、こんばんは。呪術廻戦コラボ嬉しすぎるよ。北小遊館とおつるみです。ということで今回はなんですけど、今回は呪術廻戦コラボが来たということで、そこでね、無料報酬があるということで、今回はねこの無料報酬の入手方法、クエストのね、攻略方法をね解説していこうかなということで、もう早速やっていきましょうか。さあ、ということで早速やっていきましょうか。解説するとか言って僕は正直何も分かってないんですけど、まずはね、呪われた狩りの 手助けをするってことで、ラマをとりあえず3体殺せばいいんですけど、これは適当にやりながらやっていきましょうか。あとは複数のマッチで、これもやりながらでいいな。あ、で、これもなんか全部やりながらだけど、こういうのとかやっていこうか。複数の橋の下を通る。なんで？え、なんで橋の下通るんだこれ。どういう意味？なんか多分呪術廻戦のさ、あるよね。なんか意味あるよね。多分何かしら、意味はあるんだろうけど、なんかよく意味が分かんないわ。3個の橋をね、じゃあまずは通っていきたいと思います。あと名前を月のエリアも訪れるってものがあるんで、それもね、やりつつちょっとやっていきましょうかってことで、じゃあまずここかな、この橋の下を通っていきたいと思います。なんでだろう、なんで橋の下通るっていうクエストあんの。ちょっとなんかよく分かんないんだけど、しかもこれ橋の下になんかさ、この通気口ってこの 空気あるからさ、あれ、え、待って、嘘でしょ。え、そっち？そっち？ちょっと待って、ワンチャンこの風に乗って全部終わらせられるんじゃねえと思ったけど、あ、でもどうだ？これで橋の下1個通った？あれ、ここじゃない？あ、こっちか。あ、ここか。あ、1個通ったわ。え、何の橋これ？なんか石橋ができてる。石橋っていうのか分かんないけど、石の橋が、ほら、石でできた橋ができてる。なんだこれ？あとはアサルトライフルで敵にもダメージ与えなきゃいけないので、アサルトライフルでね、で、ダメージも与えつつ、とりあえずあれですね、橋の下全部通りましょうか。わー、武器がね、あ、ちょうどアサルトライフルがある。さあ、これで、とにかく頭って、なるべくダメージを与えていこうぜというね。あと橋の下を通るっていうのも、まとめてちょっとやっちゃいましょうか。ね、まだなんかね、3級とか、なんかいろんなクエストが、なんかまだまだあるっぽいんで、まだ今来てるクエストが全部じゃないらしいですね。ただ全部ね、クリアするとマジで、もうこのぐらいだ、このぐらいでガチもらった方がいい、これ。いや、マジでこれはもらった方がいいよ。あ、敵いるね。さあ、待って。やばい、もったいない。落下ダメージもったいないよ。はい。あ、ないシールド？はい。で、もうね、とにかくどんどんね、当たっていくと。で、武器よこせ、弾よこせ。はい。割となんかすぐ終わりそうだな。あ、もう1000ダメージだから。そっか、思ったよりすぐ終わりそう、1000ダメージなら。大変かなと思ってたけど。いいですね。なんかそうですよね。2週間しかないから。そりゃそんな厳しいクエストは、出してこないよな、そりゃな。てか、ちょうどラマいるじゃん、この橋の下に。ちょうどラマいるから、このラマ狩ろうぜ。ラマ狩っちまおうぜ。狩るぞ、狩るぞ。さあ、橋の下をくぐりましたよ。ここだよね。オッケー、2個目クリアで、ラマを狩りに一狩り行こうぜと。いいね、この、なんかこのクエスト結構いろんなのと、なんか並行しながらできるから、結構やりやすいかもしれないですね。はい。これで、半分削りましての。で、しかもこのラマ結構さ、いろんなアイテムとか落としてくれるから、そう。マジで助かるよね。呪力まとったいろんなアイテム、よっしゃー、倒していくってな感じで、はい、これがね、挙式紫ですよ。はい、これ拾うと、あ、来た、複数のマッチだから、1マッチで1回しかカウントされない感じですかね、これはだから。で、次の橋も行っちゃいましょうか。もう1個橋があるので、こっちかな？こっちの橋まで行っちゃいましょう。ただね、これ今のラマのおかげで、資材がね、ありえないぐらいもらえたので、結構ありがたいですね、これは。でも、弾ももらえるから、アサルトのミッションもやりやすくなる。うん、すごいなんか優しいな、今回。そっか、あと名前付きのエリアにも訪れなきゃいけないし、え、弾薬箱とかアシストするだって。だから50個ぐらい開けなきゃいけないんでしょ。アシストってことは多分自分で開ければいいんだよね、とりあえずね。橋の下、あそこか、氷の橋の下通ればいいのか。橋の下通らせて。OK、これで橋の下のクエストはクリアと。お、ラマまた出たけど、アンチガイか。ちょっとアンチガイは嫌っすね。これ、アシストってことはさ、え、何これ、普通に開けるだけじゃダメなのこれ。どうすればいいのこれ。え、何がアシスト判定なのかよくわかんないけど。はい。これだと、あ、これでいいんだ。普通に開ければいいだけっぽいですね、これ。アシストするって考えて、なんか開けるって書けばいいのにね、じゃあね。よくわからんすね。あ、ちょうどここにボスいるじゃん。挙式紫使うか、せっかくだし。いきます。挙式紫、あはー、やばい。はいはい、ドーン。はい、ドーン。はい、ドーン。オッケー。で、ちょっとね、一旦引きまして、そっか、でも AR ダメージ与える、あれ、そっか、でも AR ダメージ与えるボスじゃダメか。やばい、敵がいる、普通に敵がいる、やばい、待って待って、そう、普通の敵には当たると、はい、普通の敵には当たるとね、はい、待って、そう、ちょお前のことを倒して、どこ、なんかめっちゃいる、どこどこいんの、上か、いいや、ああ、一旦お前倒して、あ、いたね、あいつも倒す。オッケー、これで。まだ、あれ？今のやつどこ行ったんだ？多分どっかにいるだろうけど。どっかにいるんだったらもう、どっかにいるときはもうこれだろう。これで、挙式紫、わお、全然倒せなかった。
お、ほら、いっぱいある。これは助かりますね。はい。で、宝箱。わ、いいな。これ、金庫、みんな結構、あれかもしれん。効率いいかもしれんわ。割といっぱいあるから。なんかいる。お前、さっきのやつだな、多分。はい。はいはいはい。はいはいはい、やっていく。呪われたラマどこや。ぶち壊したるで。いや、でもこれも1週間後ぐらいには、ラマも、なんか、結構余ってるんだろうな。これも、なんかね、余ってるんだろうなって。ずーっと思ってますね、これね。あ、このラマは僕のや。お前が壊すんじゃねえ。はい、壊した。あと1個やんじゃ、これは。はい。うまい。うまいな、ボットのくせに。よし。街、今何個訪れてんの？まだ2個しか訪れてないわ。待って、なんかこれを使ってダメージ与えるっていうクエストもあったわ。忘れてたー、そういえば。こんなクエストもあったね。はい。はい、やっていく。ダメージ与えていく。そして、宝箱も上げていく。そして、やばいよ。ここ結構まずいよ。これちょっとまずいね。はい。これ結構当てやすいな、割と。思ったより。当てまーす。はい、ドーン。まずい。はい。はい、ラスト。イェーイ。あ、まだお前死なないのか。ラスト一発食らったるよ、じゃあこれは。ボット。はい、やっていく。ちょ、落ちてる。なんか釘が。これ、釘って何個持ってんの、これ。釘は？あ、やっぱ1個しか持てないんか。これはでかいですね。やばい、死ぬ。あ、いけ。あ、やばい。まあ、一回死んどきますこれ。はい。いけー、どーん。待って、なんかもらったわ。これは違うか。これは違うよな。これも違うな。これもいつのだよ、これ。あ、でも吠える犬。あ、これ呪術廻戦だ。やった。あと、混乱する勇士。やったぜ。で、これね。戦術力。ありがとう。これだけクリアして、全然たまんないじゃん。だからこれ3級とかをもうどんどんクリアしていかないと、やっぱこれ無料報酬までの道は結構遠いかもしれん。いやー、これもね、だって欲しいもん、めっちゃ、早く。え？ちょ、あれ？あれ、嘘でしょ？あれ？あれ？あれ？か、これ買えるの？嘘でしょ？あ、買えたの？あ、これ買えるんだ。買っちゃったよ。やったー。10、おー、かっけー。え、かっけー。普通にかっけー。へい。おー、かっけーな。はい。はい。おー、これも、あ、これ気持ち悪くない。なんか意外と好き、これ。カエル嫌いだけど。おー、これ、これなんだっけ？トザマだっけ？なんかそんなような名前だった気がする。これ使おう。あとカエルのやつ。これもまあ装備しよう。おー、で、あと、イタドリ！イタドリ来たー！ありがとう、イタドリ！金の力でイタドリゲットしまってて！まあ、ただね、このヌエのグライダーゲットするためにはね、多分、このね、何級のやつ多分全部クリアしなきゃいけないんで、まあ、ちょっと続きもやりましょうか。お、あと1個じゃん、チェスト。じゃあ、あとマジでラマ、ラマだけじゃん。一番なんかめんどくさいかもな、割とラマが。確かに普通のマッチだったら ラマめんどいかもね、取られちゃうから、今だったらね。来週ぐらいになってからやると、結構落ち着いてできるかも。さあ、開けるのもクエストしたぜ。クエストして、クリアしたぜ。あ、ここ、なんだこれ。ここに来るってこと？違う？これ、裂け目で来てたの？もしかして。ずっと。あ、違うよな、これ。あ、裂け目で来るんだ。知らなかったわ。へえ、これ裂け目で来るんだ。めちゃめちゃ手が目の前に来てくれるやん。ありがとな。サンキュー！よっしゃ！じゃあこれで壊してクリアして。で、はい。これでクリアじゃない？もう。あ、ゲットして。で、あとラスト。まあ、探検家のキャンプあたり行っちゃえば。どこだ？探検家のキャンプ判定は。どうだ？訪れたよ、探検家のキャンプ。これでクリア判定なんない？おい、なんでなんないんや。え？あ、もうここ、一回訪れてんのか。スラッピーとかでも行くか。じゃあもう最後遠いけど。そろそろ、どうだ？認定されてくれ。きたー！ということで、これでクエスト全部クリアですね。あ、もらいました。1410力。ありがとう。これでなんかまた報酬一応もらえるんじゃない？僕はもう買っちゃったからもう意味ないんだけど。あ、ここでもほら、4点のクリアした。あと何があるのこれ、4、3、2、1、特級があるってことだよね、多分ね。4級、3級、2級、1級、特級があって、この特級クリアすると多分グライダーのヌエがもらえると思うんで、まあこのグライダーね、欲しい人は、ぜひね、このクエストクリアしてみてください。ということで今回はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。では、バイバーイ。